日本人初のメダルなるか期待されるところですが、藤田さん、はい、清水さんはですね、この 500m 混戦になるって言ってるんですね。10人の選手のうち誰がメダルを取ってもおかしくないって言ってるんですが、そのうち3人に日本の選手がいるんです。加藤選手、長嶋選手、及川選手、このうち誰かがメダルを取るだろうと言ってるんですが、じゃあどうすればメダルを取れるんですかと聞いたときして、ね、こう言ってくださったんです。金メダリストならではの答えなんですが、メダルを取るために最後に必要なのはこれだって言ったんです。溢れんばかりの水、選手の気持ち、全力 100%。 メダルを取りたければこれで戦えって言ったんですね。どういうことかと言いますと、あえて余裕を持つことができるかどうかと言ったんです。オリンピックっていうのは選手が思った以上に体が仕上がってるっていうんですね。全力で頑張ってしまうとどうしても抑えが効かなくて必ずミスが出てきてしまう。 1%、2% でもとにかく抑えるという余裕さえあれば必ずメダルに近づいていける。でも4年に一度、しかも30秒ですから、自分を抑えるっていうとの戦いっていうのは、これ古田さん、また難しいものだと思います。いや、そうですね。はい、松岡さん、ありがとうございました。